国産スーパーカードームゼロを作ってみた。市販までには至らなかったけど、国産スーパーカーになるはずだったドームゼロ。けどデモデリングして 3D プリンターで出力してみたら予想外だったことがあるので、それについては後で検証する。ネットで入手したブループリントを下絵にしてブレンダーでモデリングした。基本直線と平面で構成されているのでモデリングはしやすかった。1970年代のスーパーカーブームと言われた頃、自分的なスーパーカーの定義は、くさび型のスタイルにリトラクタブルヘッドライトで最高速度が時速300キロだったので、つまりフェラーリとカウンタックがスーパーカーで、ポルシェはスーパーカーなのかという疑問があった。ドームゼロの最高速には目をつむってあれは国産のスーパーカーなんだと言い聞かせていたような気がする。初代の RX7 のスタイルはまさにスーパーカーだったけど、これをスーパーカーという人はいないと思う。日本ではエンジンの馬力に自主規制があったので初代 NSX もスーパーカーとしては微妙。おそらくスーパーカーの明確な定義はないと思うけど、車の性能は直線の速度だけじゃないので、GTR やランエボ、インプレッサ WRX なんかはスーパーカーと言っても良いかもしれない。個人的にはエンジンは2リットル100馬力あれば十分だと思うけど、トミカのミニカーは車種ごとに縮尺が異なるので大きさを比較することができないけど、同じ縮尺でいろんな車種をプリントしてみて分かったことがある。ドームゼロはプリントしてみて他の車より小さいことがすぐに分かった。ドームゼロの本物を見たことがないけど、本物を見たらきっとこう言うと思う。小さ。逆に、三岡おろちなんて横幅2メートルもある。これは街中で実車を見たことあるけど、別に大きいとは感じなかった。ただ存在感は異様に大きかった。今の車は衝突安全性を確保するためか大きくなったということもあるけど、ドームゼロに限らず昔の車は小さい。時々旧車のフェアレディなんか見かけても小さいと感じる。この表はボディサイズをまとめたものである。スープラやオロチと比べると全長も全幅もずっと小さい。全高が全然違うけど、サイズ的にはトヨタの MR2 とほぼ同じくらいかもしれない。3D データは新規バースにアップロードしてありますので興味のある方はダウンロードしてプリントしてみてください。ご視聴ありがとうございました。